アフロートの宮村です。僕が選ばせていただいたオレアンはこちらの作品になります。選考理由としては、セメナチュラルっていうことで、このナチュラルな雰囲気とかが、モデルさんも含め結構出てるかなと思うんですね。で、なんとなくこう柔らかい雰囲気と、多分攻めてるっていうところでは前髪とか襟足とかトップの雰囲気とかで表現されてると思うんですけど、もうちょっと攻めなくても良かったのかなと思うんですね。前髪の作り方とかもめちゃめちゃ繊細で可愛いですし、雰囲気とかは、本当に衣装を含めて良いかなと思うんですけど、それ以外のちょっと飛び出しすぎちゃったこのシーカール等々をもう少しなんかうまいこと表現したら、もっとかなりいい作品になったんじゃないかなと思います。こんにちは、コクーンのバンです。僕が選んだオレワン作品はてってれー、こちらです。モデルさんの雰囲気とか世界観はもうほんとズバ合ってるなぁと、僕はもうこれ以上言うことないなと思います。ただ一点だけ、髪の毛、肝心の髪の毛がもうちょっと工夫が欲しかった。このヌメッとした感じとか、あえてタイトにぬるっと作った感じはすごくわかるんだけども、その中にもやっぱりこう止めるとこと動くとこの凹凸感とか、デフォルメがこうあったりとか、そういうことがあるともう上位に食い込んだと思います。もう一息で惜しいなと思う作品でした。ガーランド代表の榊原です。僕が選んだオレワン作品はこちらになります。こちらはモデルさんの雰囲気もすごく良くて、あと写真の感じが洋服との多分合わせなんですかね、少しこうラインが入っててすごいいい作品に仕上がってると思ったんですけども、髪の毛の方がちょっとなんかスタイリングで巻いてるだけっていうような感じがするので、このフォルムのままカットラインとかが出せていくと、なんかとてもいい作品になったのではないかと思います。以上です。ガーデンの河野です。私の選んだ、オレワン作品は、今回こちらになります。今回の、スタイルなんですけれども、すごいこう躍動感があって、こうバランスとしてもすごい面白いし、髪型の動いてる感じとこのモデルさんの止まってる感じのバランスもすごい、多分作品すごい撮ったんじゃないかな、枚数っていうふうには思ってるので、すごい渾身が入った作品だと思います。でその中でもその毛束の若干の少し粗さとか、残りの質感、毛束の残りの質感みたいなものがもう少し、丁寧でも良かったのかなっていうところが少し気になったところです。これからもいい作品楽しみにしてます。はい、夜の柏木です。僕が選んだオレワンはこちらになります。パッと見ですごく目を引いて、世界観がすごくこう感じる作品なんですが、なんかこういう作品を見るとパーッと一瞬目が行くんですけども、なんかこういい作品なだけに、じっくり見ていくと結構ツッコミどころもあったりとかして、やっぱ髪がちょっとこうニットの素材と被っちゃってもったいないかなっていうふうに、今回感じました。ただやっぱりなんか、すごくいい世界を持ってる方なんだなっていうのは感じたので、もうちょっとだけ頑張ってくれると、上位に行けたのかなっていうふうに思います。ケイゾの塚本です。今回僕が選んだオレワン作品はこちらです。じゃじゃん。今回ですね、これを選ばせていただいた理由は、とにかくその今のトレンド感、時代感みたいなものをめちゃくちゃ作品の、カラーリングもそうですし、モデルさんの雰囲気とか、写真の雰囲気からすごく感じて、すごく好きだったんですけども、やっぱりそのちょっとナチュラルっていう部分が結構強く出ていて、そのもう少しそのデザイナーのカットのそのこだわりというか、そういうものが作品にもう少し強く出ていると、なんかもう一個ワンランク上の作品になったんではないかなと思って選ばせていただきました。マグノリアの麻婆です。よろしくお願いします。私が選んだオレワンはこちらになります。全体的に非常にまとまりのある、作品に仕上がっていると思います。私が思う、もう一つここをというところのポイントとしては、やはり違和感を感じるような、何かが、ポイントとしては欲しいかなと。
思っております。まあ予定調和に、こうなるとこうだよねっていう落としどころが見える、そんな作品になってますので、もっと、素敵な違和感を、目指して、作っていかれるといいのではないかなと、思いました。はい、以上です。はい、ミンクスの池戸裕二です。今回、僕が選んだ、オレワン作品に関しましては、こちらになります。はい。とてもね、全体のこうナチュラルなテイスト、まあ、作品が多い中、オリジナリティのある、スタイルだなというふうに思いました。スタイル的に言うと、もう少し、なんて言うでしょうね、いろんな部分でこう主張があってほしいなっていう部分と、あとはまあモデルも非常にいいモデルを使っている部分もありますので、モデルの表情であったりとか、あとは、写真の色味であったりとか、そういったところがもう少し工夫があると、ランクインしたのではないかなというふうに思います。とてもいい作品だと思いましたけれども、もう少し、ポイントをつけてもらえるといいと思います。皆さんこんにちは、ピカブの福井です。今回コンテストで皆さんのたくさんの作品を拝見させていただきました。その中で気になった作品をちょっと選んでみました。こちらです。この作品なんですけども、すごく色の感じ、青と黄色の使った感じといいんですけども、やっぱりちょっと気になるのが、少しこの黄色いラインが強くて、髪が、ヘアがせっかくのところ見えなさすぎたのがちょっと残念かなと思います。あと、まあちょっとシルエット的にも少し頭の構図が大きく見えるのと、ちょっとこの毛束感が少し、頭が前頭葉が大きいよりはちょっと下の方がもう少しボリューム感が出るような感じで、黄色いラインがさらっと入った方がすごくよく見えたんじゃないかなと思いまして選びました。ソラマの豊田です。僕が選んだオレワン作品はこちらになります。すごくモデルさんも可愛いし、全体のこう構図としてもなんか世界観がすごく伝わってきて大好きな作品なんですけども、一個もう少し攻めが足らないし、スタイリングあるいはカットでもうちょっとこう攻めが入ってくると、もう上位に食い込んできたんではないでしょうか。サンバレーの朝日です。僕が選んだオレワン作品はこちらです。はい、一番最初に出てきた作品なんですけど、見てた中でどうしてもこう頭の中でこうずっと最後まで割とこう残ってたんですが、まあ、ちょっと唯一惜しいなと思うのは、画角がすごく面白くて、トーンもこうアイシーなモノトーンで、なんかシンプルの中でもモデルさんのこの魅力があったんですけど、なんとなくこの重力に逆らう毛の動きがあまりなくてですね、普通こう頭ってこう倒したらこっちにこう重力があるじゃないですか。もしこう傾けてるんであればこっちの方に毛が落ちていくはずなのに、固まってる状態に見えたんですよね。逆に無重力を感じるんだったら、重力を反発するんであればもっと違う動きが良かったでしょうし、逆に重力に従うんであれば重力の中での髪の動きっていうのが入ってくると、またそれはそれでナチュラルさの中にこう彼女のこの雰囲気とこのモノトーンの世界が広がったのではないかなという気がしました。ユーレル部の高木です。僕が選んだオレワン賞はこちらです。モデルさんもすごい可愛いし綺麗だし、写真の雰囲気もすごいいいし、メイクもなんか変わってて可愛いんですけれども、一つ欲しかったなって思う場所が、やっぱこういう長いスタイルでやっぱり賞を取るのってなかなか難しいと思うんですけれども、なんかちょっとこう散りすぎてるなというか、まとまりがもう少しあった方が良かったなっていうのがすごく惜しいなっていうところでしたね。はい、でもすごく狙いはいいと思って、あと例えば色でインナーカラーとかで結構遊んで攻めたりとかしても面白かったのかなと思います。はいはい、こんにちは、アーミの森内です。今回の、オレワン賞は、こちらの作品です。まあ、いろんな作品見たんですけど、まあ、こういう作品ってすっごく多い作品じゃないかなと思います。よくこういう風に、顔に手を挙げたり、その中でもやっぱりこういう作品を作るんだったら、写真の撮り方だったり、まあ、場所を変えて、カフェで撮ったりって前も言ったように、
なんかちょっと一工夫ないと、いろんなデザインに飲み込まれるんじゃないかなと思います。あとは本当にまだまだ爪であったりメイクであったり写真の撮り方であったり、そういうことを、勉強してもらえれば、まだまだ、たくさんの作品の中で上位を取れる作品になると思います。そんなこんなでさようなら。こんにちは、ベルベットオンザビーチの桜井です。僕の選んだオレワン作品はこちらになります。雰囲気がとっても良くてなんだか引っ込まれるような作品なんですごく可愛いんですけど、ちょっとヘアスタイルの、バランスが良すぎるのかポイントがないのか目を引くところがちょっと少ないような気がしました。全体的に雰囲気がいい分、ちょっと残念な感じになってしまったので、もう少し、ヘアスタイルのところに重点を置くと良くなったと思います。けどとっても雰囲気のいい作品だと思います。